広坂まさみのおすすめ RC ショップ。ラジコン天国名古屋店。まさみチャンネルオンザトーン。おはようございます。何してんの？この間の。トラバラ。この間、もう終わってくれたんで、うん、これのパーツがね、ようやく入ったんで。バラバラになってるよ、これね。ついでやから、もうちょっとアームを交換するときにも、今度またすぐ走れるように、全部メンテしようとアームを直すのにこんなバラバラ全然もええんちゃう、うん、まあ一緒やアーム外すのも全部外すのも一緒やから、だいたいいつも前も一回走ったらこの程度まではいつもバラしてたよね。この程度ってほぼ頑張らへんか。まあこのぐらいなんですよ。だいたいもう15分ぐらいちょっと待って、この車って僕がこの間走った車やね。そう、もう修理して終わってるんちゃう。この間1回目でガツンとこれアーム折ってくれて、それでこっちのこれね、あのコンバージョンのね、このアームを借りて、これかわいそうにアームないんで、ないよね、うん、でこっちにつけて、でこれでこれ新しく入ってきたんで、これを戻して、でこれを元に戻すと、そうすると荷台がまた元通りになる。なんか順序が違うような気がするけど、まあいいんやそれで、うん、これでいい、うん、でもこれ頑張らせるわけよ。まあ頑張らというか、本当はこっからもう一ランクバラすんだけど、こうやって作り直してるっていうことはまたどっかに行こうと、うん、そうね、もうちょっとね、この間はなんか約束通りの8秒台出なかったんで、そうまた行かないもんね。これはちょっとね、みんな皆さんもストレス溜まると思うんで、挑戦しようと。あ、リベンジに行く。リベンジね。そうか。だからもう少し煮詰めて、まあセッティングもほとんどできてなかったんでね、ちょっとパワーソースとか含めてもうちょっとテストしてみたいよね。そしたら今度ちょっと違うコースへ行こうか。もう少し本格的に走るんであれば。そうね、ちょっと本気でやってみようかね。そしたらラジコン天国名古屋とか行ってみる。うん、いいね。まさみの好きなコースよね。この間行ったよね。レース出てるんでね、うん、行ってみる、うん、行ったことあったっけ。何回かあるよ。あ、そう。かなり高速コースよね。まあ高速といえば高速ね、うん、車壊れるよね、あそこ。あのスピードは出る、うん、でハイサイドするぐらいハイグリップで挑戦するのにはいいかもしれない。何を挑戦するの。なんか知らんけど8秒台8秒台、まあ向こうで8秒台は、ね、またね、そこで煮詰まってきたらもう一回ダムダムさんが行ってもいいよね。ああそうね、うん、あそこでバッチリ走れば、うん、もうどこのコース行ってもすごくよく走ると思う。そう、なんかただ僕らが走って楽しみたいだけみたいな感じでこじつけて決めたみたいな。なんかね、やっぱりね、こう虫が触るのよね。もうちょっとやってみたい。でもあんだけよく走ってくれると、うん、どのぐらい走るのか試してみたいってのあるよね。そうね、あの8秒台出なかったもんね、うん、それとやっぱりね、もうちょっと何かやりたいよね。まだもっとよく、まあ、この車のことも無数と分かってないんで。そうね、やっとあのメーカー名を覚えたぐらいもんね、うん、だいたい構造もよく分かってきたんで。あ、そうそう、この間ちょっと調べてみたら、うん、やっぱりこの車左右均等で左右モーターを乗せ替えられるね、サーボもね。右巻きの車が逆にしたら左巻きになるかもしれない。
なんか気づいたことある？車作って。そうね。バラしてみて。あのね、まあアームがね、これ違うって言ってたのが、確かに前のアームはこれオーリングで動いてたよね、ここね。で、パーツも全部バラバラだった。このアームだけ、このブッシュ、中の金具と。ところが今度のキスリームはこういう状態でも金具がくっついて。あ、折れたアームだ。うん、これ折れたアーム、よく見といてください。こんなになるんですよ。これ直りそうだよね。直る。だからこの、これが全部もうセットになってるんでね、最初から。それが楽になってるね。まあ、それと、このベルトをオイル付け。WD? うん、これ WD に袋に入れて、2日ほど下したからかなり柔らかくなるんでね。ところで JMRCA 規定のパワーソースってある？そのね、パワーソースがないのよね。僕なんか適当に用意していくの、うん、最新のやつが欲しいね。探していきます、うん、ちょっと探してください。完成した。はい、これで一応完成です。で、ネジがあれ上がったんですけど、これは心配ないです。大丈夫。これはモーターの取り付けネジ。で、これ3つね、余ってるんですけど、これ実はね、ここのネジね。バンパー。うん、これね、8ミリなんですよね。バンパーに8ミリなら、すぐ舐めてしまうんで、10ミリのネジに変えました。本格走行することになるんじゃないかと、僕も想定していたので。うん、ボディを作っときました。それ練習用。これ本番用。本番ないけどね。うん、あと穴開けて。なんかレーシーに出ないかねな雰囲気になってきた。なんかちょっとレーシーだね。これをつけるとテンションが上がるね。うん、もういいね。でも広坂のステッカーがないやんか。あ、忘れた。自分らのステッカー貼ろう。うん、新しく作ったやつあったよね。うん、あれ、なんか棒、違う棒使ってる。ちょっとね、ちょっと持ってくるの忘れましたね。忘れた。まあ、忘れたんで、しょうがないで何か探してたら、これ使えるやないかと。ちょっと、うん、ちょっと細いけど、ちょっとこれ調整すればできるんでね。そしたら、最初からこれ太くしとけば、これ一本で計量できるやん。タイロット回すやつ。うん、タイロット回すやつと、これダンパーのね、チューブと。っていうか、その絶対この車に必需品の工具なんで、何で持ってくるの忘れた。あんだけ荷物持ってきてて、入ってないです。昨日ね、整備した時にやってて、ついついテーブルの上に置き忘れたと。すいません。次、絶対将来これに太くなったやつが出てくる。一石二鳥だね。一石二鳥だ。コストダウンになるんでね。苦し紛れに提案してるし。これ、これつけてみて。アキバンスの、はい、最近人気のあるアンプでやってみてるんで。とりあえずアンプだけを変えて、そう、テストね、うん、はい。このアンプドリフト人気あるんだよね。え、うん、ドリフトで使ってしまったんだよね。そう、なんで、うん、でアキバンス、グリップでアンプってほぼ今まで知られてない、うん、それグリップでも使えるはず。なるほど。それでやってみて。はい、それでそれね、逆接してもね、壊れないらしい。あ、それはね、よかったね。うん、だいたい私はこの色が気に入らないんだね。黒一色っていうのはね、絶対これやめてくれって言って昔から言ってたんだけどね。でも逆説しても壊れへんやったら別にいいんちゃう。まあでもこれだけじゃないしね、バッテリーもあるし他のものもあるからね。そのアンプ小さいから積みやすいはずないです、うん、それはいいんだけどね。これの今考えてるのはこいつのもんね。はい、逆説。え、なんかそうね、逆説するとね、赤いランプ使う。いや、そのまま繋いで欲しかったな。せっかくついたのに。だから、線は黒いの使ったらダメなんですよ。そう、いやだよね、これね。ちゃんと書いてあるでしょ、プラスマイナス。
そいつ誰のせいだ。でもこれが赤い線だったら絶対間違わない。だから全部色分けしてほしい。でもあれね、あの線つなぐ前にもう赤くなってくれるんですよ。なるほど、キャパシタに残ってるからライトがついてくれた、うん、事前にバッテリーもつないでないのにスイッチも入れてないのにおかしいなと思って赤色ムカつくって一体何なんだこれ。それで、ね、それ警告で事前に知らせてくれる。でこれ喋ってる間にまた間違って同じ方法を使う。もう狙い通りにそうやってもう見せてくれるから助かるわそこをね僕実はね進めたかったんよもう僕のビデオ失敗ビデオって言われてんねんからねあんまり失敗ばっかりするとなんかもうね、信頼性がなくなるんでね。はい、ちゃんとできました。それでワンタッチで3ぐらいいってみようか。すごいね、これ遠隔できんねん、この子でね。